今年の干支、辰をかたどった船に乗って登場したのは七福神の人形です。大阪市中央区にある国立文楽劇場では毎年恒例の初春文楽公演が行われています。人間よりも楽しそうに素晴らしいと思いました。リアルで、装飾とかも素敵で、とても面白かったです。この公演は今月22日までで、文楽協会は若い世代に文楽に親しんでもらおうと、関西在住の15歳から35歳を500円で公演に招待するイベントも開いています。